するの。シャーロックですね。Okay. Let's take a look. めっちゃ面白い。確かに。さすがネイティブ感一発。多分ネイティブでも一発目で、あ、それはいいんじゃないかって思ってしまいます。ほうで始まりました、もと一緒です。さあ、今回はですね、スペシャルゲストとしてですね、はい、スティーブンさんにおいでいただきました。はい。では、サキラズ・ウィングリッシュ新宿校の校舎長、はい、やってらっしゃるということで、やってまいりました。はい、すごく綺麗なところでびっくりしておりますけども。ようこそ来ました。はい、ありがとうございます。スティーブンさんにここに来れば会えるということですね。はい、いつでも、はい、来てください。もう日本に来てどれぐらい経ってますか。12年目になりました。12年。はい、オリンピックにも携わってたんですね。そうですよね。はい、オリンピックミリクミリ、はい、去年と今年、はい、はい、やってらしたということなんですが、そんなスティーブンさんですね、うちのチャンネルですね、はい、ネイティブスピーカーたちはですね、うん、問題を解かされる、問題をやらなきゃいけない。ああ、そうですか。いつもエントランスエクザムスをやるんです。わかりました。じゃあ、なんで今回もいきなり、いきなり、わかりました。頑張ります。やってもらおうと思います。はい、解いてもらうのはですね、文系の中で一番難しいと言われる、はい、早稲田大学。 Do you know 早稲田？ Of course I do, yes. One of the most famous and prestigious schools in Japan, yes. Private schools in Japan, yes. で、ではその早稲田のシャークのですね、okay. Let's take a look. Finding errors ですね。Finding errors, okay. はい、okay. エラーを見つけるっていう問題に挑戦していただきたいと思います。頑張ります。うちのチャンネル本当にガチ何も言ってない、何も伝えていない。ちょっとびっくりしました。サプライズ。サプライズですね。はい、では、はい、初見でやってもらおうと思います。ではやってみてください。はい、 OK。 The body loses energy and as a result we became The highlands of Scotland have been a source of wonder and mystery for hundreds of for hundreds years. Hundreds years. ここにもミスがあるんだけどね。Hundreds of years. And are reported to be home to ghosts and spirits that continue to live. So there's a reason to make them first. That was like, there's a nice thing. It's a taste of the old city. This is hard. はい、はい、おお、これね、受験生このスピードだったらもう学習もののスピード。まあまあ一応ネイティブです。大学はどこ行ってたんですか。マサチューセッツ大学、ダートマス校っていうところ。ボストン。ボストンよりあの南、 MIT がある MIT があるところですが、はい、州立大学ですよ。あ、はいはい、なんかいやすごいスピードだったんで。そうですか。びっくりしました。これ取れたか大丈夫かな。という間に終わった。そうそう、でも本当にでもちゃんと解けましたか。ちょっと心配があります。はい、これノーカットでもいけるぐらいの。では最初の問題答え合わせですけども、はい、答えは C です。はい。正解。正解。これどう直せばいいですか。During periods of prolonged heat and rain, the body loses energy and as a result, we become. はい。became or become にします。そうですね。はい。more susceptible to illness。そうですね。はい、これ loses って書いてありますからね。そうですよね。はい。現在形いつも起こることなんで、はい、過去はおかしいですね。そうですよね。まあ絶対どっちか loses とね became どちらかおかしい。まあね、そうですよね。うん、どちらか。で普通に起こることですか、ね。まあ普通に起こることなので、そう C は一番そうですね。はい、susceptible とかね、ちょっと難しい表現ですね。ああ、確かにね。more susceptible。ちなみに susceptible は日本語で何て言うんですか。受けやすい。受けやすい、はい。影響を受けるとか。なるほど。liable とか。ああ。liable っていう。be liable っていう、そうですよね。ありますね。難しい表現です。さすが。即答してましたんで。やっぱ読んでてあれ変だなって分かる。そうですよね。まあネイティブ感覚もあるし、パッと、うん、あの聞くと読むとあれがあちょっとおかしいなとすぐ気づきます。うん、なるほど。あと声出してみると、まあ、割とそのもう、はい、うん、そうですね、そういうのもありますね。じゃあ2番目どうですか、はい、これ。D。D。正解です。あ、よかった。はい。じゃあどう直しますか。そうですよね。また読んでもらってじゃあ。はい、the highlands of Scotland have been a source of wonder and mystery for hundreds of years and are reported to be home to ghosts and spirits that continue to live through.
はい、どう直します？どう直しますかね。 live through、 through がある場合はもう一つの言葉、あと単語が必要となりますので、live through 何々、住み続けるっていう意味を伝えたい、うん、と思いますので、that continue to live here とか、live here even today とか、はい。そうですね。これ continue あって、through あってなんか。そうですよ。そう。redundant。redundant そうですよね。はい。しますもんね。うお、さすが。ここまで大丈夫ですよね。やっぱりんってなります。いやなります。live through、live through 何？ですぐ頭の中が問いかけます。なるほど。それでは続いて number three。はい。はい。どれ選びました？A、はい、正解は A です。 A です。あ、これは簡単ですよね、はい、決まり文句ですよね、はい、In terms of、 そうですね、そう、はい、In term of とは言わないです、 In term と言わないですよね、はい、いつも複数形になります。なんとかに関して、じゃあちょっと視聴者のために読んであげてください。はい、はい、In terms of function, eyeglass frames have little purpose other than decoration, and it does not matter what kind of decorative frames we choose to wear in order to see better。めっちゃ面白い文章ですね、これね。確かに。だから何？だからね、そうですよね。メガネの話ですよね。フレーム。それはね。それはそうです。確かに。ナンバー4ですね。はい。これは、取れられました？C。正解ですね。よかった。やっぱり。どうなんですか？ Important。形容詞になっていますが、ここには、名詞になるはずですので、Importance。そうですね、はい、importance、この of plus importance ですね、yes. of importance の形ですね、はい、他にもいろいろ of significance とかね、はい、of help、 of use、 of value、うん、こんなの教えるんですなんていうのがあるんです。そうなんです。これ結構最初悩むんですよ。 knowledge に a がついてるじゃないですか。ああ、knowledge、 knowledge、 ああ、なるほどね。普通 knowledge ってそのまま knowledge っていう、あ、使わない、knowledge of mathematics、 うん、でも knowledge of mathematics とかだったら、あ、つけても、つけても大丈夫です。 I have a lot of knowledge とかだとつかないですよね。 Yes。 そういうのでこうややこしいところになりますね、うん、確かに。で、あとは important の後に to の後ろは understanding、 ing ついてるんで、あ、なるほど、 to understand したくなっちゃう、したくなってしまいますよね、はい。なんでそういった面でも、まあ、難しい問題ですよね。そうですね、結構ね、難しいなと思いましたね、うん、さすがネイティブ感覚で一発。では、5番目、どれ選びました？はい、5番目は No Error、E。 正解は E です。ああ、よかったちょっと悩みましたが、この No Error はね、一番、そう、一番一番ドキドキですよね。どれ選ぶといいんだろうってなっちゃうんですよね、はい、はい、じゃあ読んでもらって、はい、Writing, to be effective, must closely follow the thoughts and intentions of the author, but not necessarily in the order in which these thoughts occur。 内容がいや、また難しい内容、はい、はい、正解ですね。いや、悩みました、どうでしょう。まあ少し in which のところで、はいはい、まあ、ちょっと悩みましたが、でもさっき言ったように声を出すと、あ、これは、うん、自然ですよねっていう感覚があります、うんうんうん、はい、さすが、いや、正解でございます。続いて6番、どれにしましたか？6番は C。 正解です、はい、これどう直します？ちょっともう一度見ます。from the group normsSome socials maintain the pressure to conform to group norms. あ、これ簡単ですよね。Makes。 正解ですね。にします。ね、はい。主語が pressure なんで。Pressure ですので、はい。Makes にする。前にね、norms って。norms、 そう。多分ネイティブでも一発目で、あ、それはいいんじゃないかって思ってしまいます。そうですね。Subject verb agreement。Agreement。そう。あ、norms make。あ、大丈夫ですよねと思ってしまうネイティブの方もいます。そうですね。でもよく見ると主語が pressure なので、はい。正解です。さあ、そして次はどれですか？7番。7番は C にしました。正解です。おお、よかったよかった。 C どう直しますか？あ、 as complicated ですので、 as complicated as、 そうですね、になります。 then のではなくて、はい、そうです。 as that end or as these なんですね。おお、さすが。では8番、はい、8番は A。 はい、 A をどう直しますか？どうなるか。正解。正解。正解。はい。statistics in this report、show、 6番と make と同じように。はい。正解ですね。これ、statistics っていうのが、学問の時、subject の時は、はい、statistics is じゃないですか。はい、でも、実際のデータだった場合は、statistics are っていう、はい、これがですね、こんなところをね、出してくるんですよ、大学に。そうです。この場合はデータなんで、show、はい、ね、図じゃなくて。
はい、おさすがですね。じゃあ9番。9番は E、No Error。正解。あ、よかったよかった。おお、さすが、No Error見抜けるのはやっぱすごいですね。はい、Meet the Demand とか重要な表現ですね。はい。はい、Increased Productivity。あ、3の倍ですね。Find an average of 20% とか。すごい、ここまで全問正解ですよ。ここまでパーフェクトゲームですよね。すごい、パーフェクトゲーム、すごい日本語っぽく言える。パーフェクトゲーム。ここまでパーフェクトゲーム。でも最後は一番難しかったですよね。一番悩んだ、うん。どれにしました？D にしました。正解です。あ、本当？よかった。はい。エビデンスですね。そうですよね。アンカウンタブルなんで。アンカウンタブル。なので、each piece of とか。そうですね。each piece of evidence みたいな形で。はい。つけなきゃダメです。そうですね。each は数えられる名詞につくので、エビデンスっていうのはダメ。っていうので、全問正解ですよ。よかった。ネイティブとしての資格があります。自信を持って言えます。ありがとうございます。やりましたね。これは、いいプロモーションになっちゃったんですか、これは。いや予想よりも早かったです。え、そうですか。相当スパパパパパって解いてたんで、社学問題ね、正誤問題すごい難しいって言われますけど、まあ、うん、でもやはり難しいですよね。いくつか少し悩みましたので、はい。じゃあぜひですね、今後スティーブンさんに、ね、解いてほしいという、ね、あ、そうですよね、ぜひ、はい、コメント欄でみんな、はい、leave comments below、はい、答えます。 Please leave a comment、はい、yes、 なんでぜひぜひやってください。お、これは良かったんじゃないですか。でもサムネ用にちょっと困ってるのやってください。サムネ用にちょっと困ったポーズやなんかやってください。そうそう、そうそう、そういうの。再生数。再生数。はい。そんなスティーブンさんに会えるのが武田塾弁護士の新宿校です。はい。ぜひ来てください。待ってます。はい。はい。ということで今回スティーブンさんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。